コメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さんおはようございますおはようございますよろしくお願いい致しますさて昨日ですね東京都は新型コロナウイルス新規感染者67人と発表しました 緊急事態宣言解除後最も多い人数ですね小池都知事およそ4割が夜の街関連で自主的な集団検査集団検査実施によるところも大きいと説明しています6日連続で1日あたりの新規感染者50人以上となりましてコロナ封じ込めているイメージとは程遠いという指摘もありますまた東京にに隣り合わせの埼玉県あと地理的に近いですね池袋の の数字がこれまで多くの感染者を出してきた新宿を上回る事態ともなっていますえもう少し詳しくお伝えすると今回東京では新たに感染者67人が確認されていますでこの67人のうち47人これまで感染が確認された人の濃厚接触者で20人が今のところ感染経路分かっていません そして67人のうち27人が夜の繁華街に感染する人およそ4割ということですね。 で池袋と新宿というこの話題がありましたけれども豊島区の繁華街、まあこれ池袋のことですね。十三人の感染が確認されています。二十七人のうちの十三人ですね。十一人が同じ接待を伴う飲食店で感染したということです。でこの飲食店他の県に住む人含めてですねこれまでに複数の感染が確認されています。また新宿区の繁華街では十人の感染が確認されこのうち 9人はホストクラブを対象に行った区の集団検査で確認されたということです。でこのほか職場内での感染が6人、家庭内での感染が4人、友人や知人との会食を通じて感染した人が6人いたということです。えー、まあ67人という富士山数字ですね。そうですね。はい。あの一概にね、やっぱりこれあの増えたからっていうので、はいはい、まあもちろんあの えっと緊急事態宣言を解除してで活動が拡大していくに伴って増えていったとまあ考えるのが普通ですけれどただ、この数字67という数字を読むときにはやっぱりその今、ホストクラブの新宿区なんかではねあの集団検査を今行っているのですよねそれで増えているというところもありますからでかつね PCR の検査数自体が。 えっと2500件を超えるような状況なんですよね、かつて1500件ぐらいだったんですけど、はい、まあ15分の25、3分の5倍にまあなっているというのもあって、ですねえっ、ー、と一概にこれが増えている、67という数字をそのまま過去の数字と比較していいかどうかっていうのは、わからないところもあるんですけど、はいえー、まあただ拡大しては来ているんでしょうね、えー、やっぱり。 ええー、まあ、あの、一日からですね、東京都が新型コロナウイルス感染拡大の第二波に備えて。見直しを進めてきた新たなモニタリング項目というのを取り、取りまとめました。で、昨日から試験的に運用を始めてるということで。やはり、あの、藤井さん、変わらないのは感染状況と医療体制をしっかり見ていくってことなんですね。うんうん、そうなんですよね。ええー、れと、まあ、なんか、ちょっと、小池さん、何考えてあるのか、ちょっとわかんないんですけど。はいえー、東京アラートは、はい、これ、昔。 12人とか13人しか感染者出てない時でも出し取ったんですよ、この人ね。い最近50人、5日、これで出さへんって、あの時あれ何やって、お前って、お前か選挙か何か考えてんのか、お前って、普通思いますよね、これ絶対に東京はラット出したら選挙不利だということになるので、はいで、また基準まで書いちゃったんでしょ、この人、そうですこれだから、いや、お前なんやねんって思いますよね。 有名んだんあの時だって、ええ、だってあれはね、僕ら思ってたのは選挙の直前になったら出さないようになったらちょっと票入るかなって思っとるんちゃうかって思ってたんですよ、その通りやんけみたいな。 まあわかんないですけどね、はい、わかんないでですけど、そうでしょう。しょ、ええ、藤井さん、これから私が申し上げること、決して私があの小池さんが立ってるわけではなく、小池さんがこう言ってるっていうことで、理解していただきたいんですが、まあ、小池都知事が言うには、ですね、まあそれまで、これまではその、まあ、自粛だなんだっていうのは、その感染の方を見ていたと、だけれども、まあ、あの今は経済の方も見なくてはいけなくて。<laughs> 言,ってて言うとったやろ。ええで <laughs> ですからその東京アラートはもう一応、これはなしにしてなしというかまあこれは見ないで出さないでもちろん、ね僕は東京アラートなんて出さない方がいいと思いますしあんな赤いのだってビビらしとんねんで当時から出すなよって思ってたんですけどあの時出して今出さないって選挙対策以外の理由があったら言ってみろこのるほうが私は一応小池都知事が言ったことを言ってるに過ぎないわけです。 ね。まですからこのあの緊急の東京アータは何だったんだ。はい。あの赤い橋見てましたよ僕。はい。ね。こちらもなくなってね。ね。ええ。本当もう不満ある方な思うにしてましたね。で今回の新たなモニタリング項目には都民に警戒を呼びかける基準となる数値は設けないということなんですね。そうなんですよ。ええ。 まこれまではね例えばの新,新規陽性者数、まあ、これが再要請する場合には50人以上、まあ、これ週平均ですけどもど、ねえー、休業再要請の目安だとかとあの免除というか要請を解除するという、ね、この目安は1日20人未満の場合だったらとかそういういろいろ数値がありました今でも東京都のホームページ見るとこの数値は出てるんですけれども 基準となるものをなくしたってことのようなんですね。なんか選挙終わったらまた入れるんですか。どうなんでしょうねこればっかりはね。もう気持ち悪い。<ー>もう気持ち悪い。もういや。はい、えー、はい。 今朝もあなたの周りの情報を教えてくださいメールは「テラ」「#joqr.net」ファックスは東京0 3 5 4 0 3 1 1 5 1ツイッターも受付中です番組のツイッターアカウントは「テラ1134」「は TERA1134」たくさんのメールファックスつぶやきお待ちしています時刻6時8分です文化放送「おはようテラちゃん活動中」今朝も7時までお送りしていきます ではこれまでに入っているニュースをお伝えします。時刻六時十二分です。七月二日木曜日、今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです。改めて藤井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。藤井さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース。 目覚め空きまずはこのニュース読売新聞景況感11年ぶり低水準日銀が発表した6月の短観全国企業短期経済観測調査で企業の景況感リーマンショック後の2009年以来11年ぶりの低水準となりました新型コロナウイルスの感染拡大で輸出や個人消費が急速に落ち込み企業心理を直撃しています 世界中の工場で生産が停止した自動車55ポイント悪化してマイナス72まで落ち込みましたまた自動車向けの鉱材需要鉄鋼ですよねこちらも43ポイント悪化マイナス58となりました大企業・非製造業の指数25ポイント悪化してマイナス17でリーマンショック後の2009年以来の低水準となっていますこれトータルでで見てもですね2009年 これがリーマンショックの時がマイナス48でしたで今回はマイナス34なんですよね改めていかがでしょこうなるのはね、はい,い,い見えてたわけで,、えー、でこれなんでこうなったかっていうとね、はい、当然みんな活動を社会活動経済活動を自粛したからなんですね、はい、僕ちょうど昨日、あのー、活動がどれぐらい自粛したかっていうねデータがあのグーグル さんんがが出してるるやつがああですよ、はい、あのワールドモビリティデータだったかなっていうのがでインターネットで検索して誰でもダウンロードして分析できるんですけど、はい、でそれで見ますとねあの結局日本の自粛のレベルっていうのは欧米とあんま変わらないんですよはあ、はあ、結局ね変わ,変わらないですところが3月下旬までは日本はね格段に活動してたんですよ、はい、えっとね大体12割ぐらいしかへこんでなかったよそは7割8割へこんでたんですけどずっとね、えー 3月下旬までええ感じでででとったんですよ、ええ、で結局僕前ここでもお話しましたけどねその水準のままずっと行ってても感染速度ってほとんど変わらなかったと考えられるわけですよ、ええはい、だけどね3月下旬からガサーって下がっていって5月の上旬ぐらいにはもうほぼ同じぐらいの欧米と同じぐらいの停滞水準になってる、ええ、じゃあいつからへこんだかっていうとね3月25日にオーバーシュートロックダウン感染爆発 冬冬って言うとった緑色のおばさんがいはったんですよ東京とかいうとこにねそのおばさんがいろいろ言うてから下がっていったんですよだからねあの人がね言い出したのがきっかけなんですよあれで日本の空気がねえらい変わって北海道で最初にね外出自粛とか言うてはったりしたんですけどでもあれはねまあまあ札幌やし北海道やしって感じだったんですけど首都で知事がもうオーバーシュートロックダウン それ言い出すとねやべえじゃんってなってね、はい、あれですんごいへこんでったんですよで、えー、だけど我々のもいろんなで、ね、僕だけじゃなくてあのー、大阪大学だったかな、はい、あの物理学の中野先生とかもね分析してみるといや全然関係ないっすよ、はい、あれ行動自粛してもあんま関係なかったっすよみたいなことにまあなってるんですけ結局なんか山中先生がファクター X で抑え込んでるわけで海外からのオーライ自粛さえやっとけばね、はい、それでもう感染は収束したっていうことがほぼほぼ分かってる。 はい、わけですから単に経済を傷つけて感染は変わらなかったほぼ変わらなかったということになってるわけで、えー、だからこの景況感がねめちゃくちゃダメになってるのせいってことなんですよ。ほうほうあっさり言って、まあえー、少なくともみんな一緒にやってますけど、えー、あの時お前騒いでへんかったここまで来てへんやろいう可能性が非常に高いんですよ、えー、小池さんは感染収束じゃなくてあの経済崩壊を導いた張本人だと。ほうほう 今から考えれば今から考えたらね、えー、だからそれで、はい、あのとき、ほんまにね、感染収束考えて貼ったんやったら、100歩譲ってくれでええですけど、はい、多分ね、選挙対策なんですよ、はあはあ、とかねなんかこう、大体、吉村さんとかもそうですけどね、はい、なんかコロナと戦うリーダーだみたいなね、なんかそこをね、あの感染抑止だけじゃなくて、えー、それを持ってはる感じが、普通の大人が見たら、はい、ひしひしと感じるわけじゃないですか。えー で、ほんまに感染抑止考えてはったんやったらまあいいんですけどなんかね、それプラスね、何割かわかんないですけど、はい、ほんまに止めるという知事としてのそのリーダー感に加えてなんか私、頑張ってるわよみたいなすごいわよみたいなのがね、もれ、ええ、見えてるわけじゃないですか、うん、だとしたらね、これ仮説ですけど、はい、だとしたら聖、はい、主欲のため日本経済潰されたというふうにも解釈することはまあできるわけですから、ええ、まあちょっと催眠術かけて聞いてみたいですね。あの時、ナンパお前。<あー> <laughs> 何杯やってお前みたいな、えーはい、<laughs> どれぐらいのつもりで選挙対策なんかそれともほんまに両親かどっちなんやっていうのを、えー、催眠術かけて聞いてみたいですね、えー、はい続いてはこちら読売新聞石炭火力100基急廃止 政府は二酸化炭素を多く排出する非効率な石炭火力発電所の9割弱を休廃止、休むもしくは廃止の対象とする方針を固めました114基ある非効率な発電所のうち100基程度を2030年度までに段階的に休廃止したい考えです 石炭火力発電所をめぐっては地球温暖化対策の国際的枠組みパリ協定に基づいてヨーロッパの先進国を中心に削減廃止の具体的な目標を掲げています削減に向けて動き出さない日本政府の姿勢が消極的との批判もあることから対応に乗り出すことにしたと。 二酸化炭素の具体的な削減目標を示してこなかった日本が政策転換するという、まあ、これについてですが藤井さんいかがでしょう、うん、これまあまあなんていうんですかね1990年前半までのね、はい、やつがこれ110何個ある110個ぐらいあるんですよ。はい、でそれのうちの、はい、まあ大,大半をこう変えていくということなんですけど1990年って考えだとしたらね1990年できたものを を2030年に開始するって40年なんですよ、はい、だから90年やったらまあちょっと40年寿命40年ですからちょっと短めかもしれませんけどまで、はい、に作ったやつやったらもうほぼ寿命なんですよねだからね、ええ、ちょっとこれ、ね、データ見な、ね、いこれねさっきからずっとデータ調べてたんですけど、ええ、あの要するに古いやつをね、はい、あの入れ替えるっていう ふうに考えそれで、いくなん加速するっていうことじゃないかなと思うんですね、でもともとそのエネルギー効率っていうのがあってね、あの1キログラムの石炭を燃やすことで、何パーセントのエネルギー取りますかっていうのがあるんですけど、これ、昔のやつって、エネルギー効率低いんですよ、はい、これはね、どん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 新しくしていかなあかんわけですから、まあ、そういう意味ではね、CO2 の問題ももちろんありますけども、エネルギー効率を高めるためにね、新しいものに変えていくっていうのは、すごくいいことだと思いますよ。 はい、かつ最新の、ねえー、技術を使えば、はい、石炭火力でも天然ガスとそんなに変わらないぐらいのエネルギー効率を、えーあのー、達成できると、はい、いうことがあーターボ型のやつを使ったりとかするとね分かっているので、まあ、こういう、あのー、発電施設の維持 あの更新はね、はい、え最新化というのは、僕はとてもいいことだと思います、はい、一方、原子力発電所、東京電力福島第一原発の事故後にすべて停止再稼働、9基にとどまっています。まあ、ただ、二酸化炭素の排出量削減につながることから、安全が確認された発電所については、再稼働を目指していくということですね。原原発発ののの扱いででですすねねそうなんよコロナの問題とね原発の話でと話ててても似てて あの一部というか多くの専門家大丈夫ですよって言ってて一部の専門家がいやダメですよってこう言っててそしたらみんなねだからね超安全側に行ってね今や10万年ぐらい安全じゃないとダメだとかね地質とか調べてまあ言ってたりとか原発だった言われてるんですけどまあコロナに関してもなんかも超安全側で今対策が進められてると。 いうことがあってね、はい、で、で、で、まあ、というのが一つです。はい、それと面白いのが。原発は反対してた、あの、やったらやないかって言ってた推進派でも、コロナに関してはダメだっていう人が。結構多くてですね。あ,ーーえー、あの、リスク心理学的に面白い現象だなと思いますね,そうんですね。はい、続いてはこちら。毎日新聞、香港国家安全維持法適用、九人逮捕。 香港政府は日本時間の昨日午前0時香港の統制を強化する香港国家安全維持法を交付施行しました今後は中国政府の政策に反対する言動を幅広く取り締まることが可能となります最高刑は終身刑重大な事態などに限って中央政府が香港に新しく設ける治安維持機関こちらが直接強制捜査などにあたって中国側で裁判や刑の執行などの刑事手続きが可能になる施行

ととか、はい、ウイグルのような、はい、弾圧をこれから受けることになるんですよね。えー、で今まだヨーロッパアメリカがね注目してるからまだ9人で住んでますけど、はい、こういう国際世論の監視の目がねこれからだんだん弱体化していくでしょうか、はい、長期的に考えたらですよ。えー、そしたらもう本当チベットウイグルの身の前ですよね。えーうん、要するにでこれは中国共産党に侵略されたんですよ。<ー> 西側諸国とまあ言うとね、はい、国民国家諸国連合みたいなね、はい、日米王みたいなところをまあ考えるとの一部陣営だったわけじゃないですかもともと100%イギリスのもんだったからこっち側の陣地だったわけですけど、はい、まあ一部返して半々にしてたんですけど、はい、完全に取られたってことですよね、はい、約束違反して。はい、これ侵略です。 中国共産党のはいええー、1997年ですかにまあ、うん、イギリスから中国にも還換というかね、うん、されて、うん、で50年は、えー、そのままだっねそうですね、うん、一国二制度,を制度、ね、保つと言っていたのですがわずか23年で。 もうそれが形骸化してしまったと50年間そうするよっていう約束だったからイギリスは97年に返還したんだからこれはイギリスにもう一回再返還すべきなんの違うんですよね7月1日以降7月1日の午前2時ぐらいにはイギリスに返さなあかんのわけですよもう約束あぶったやろとえうこそのくらい国際世論がね えー、強いこの、うん、何かこうまあ論調で。うんえー 批判してもいいんでしょうかね。うん、いやそうなんですよ。えー、こんなもん,なん戦争を仕掛けられたんと一緒ですよ。こんなもの。そうなんですね。うん、一方アメリカポンペオ国務長官は試行を受けて声明を発表し、アメリカが香港の高度の自治を前提に認めてきた優遇措置についてごくわずかな例外を除いて取り消すだろうと牽制しました。うん、まあアメリカはこういう対応をして,ているですよ、ね、ということですね。いやアメリカがどう出るかです。まあイギリスももちろんそうですけどね。これも戦争を仕掛けられたんだぐらいの認識を本来持つべきですよね。はい。 以上ニュース目玉焼きでした。うん、時刻六時二十九分です。今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです。 この時間は藤井さんに東京都の感染者数緊急事態宣言解除後の最多を更新について改めて話を聞きます東京都の関係者によりますと昨日都内で新たに確認された新型コロナウイルスへの感染者六十七人でした先月二十八日の六十人を超えて緊急事態宣言解除後の最も多い人数更新しましたまた五十人以上は六日連続です小池都知事は会見 でほとんどが20代から30代で若い世代が多い傾向が続いているが濃厚接触者なども含めて検査が進んでいる結果でもあろうと思う無症状の方が日々の活動をされるよりは確認できるということで前向きに捉えたいと述べました。 県境をまたいだ移動の自粛要請も解除となった中、増加傾向にある、えー、藤井さん、これ、改めていかがでしょうか、うん、これはね緊急事態宣言を解除すれば、まあもちろんそのこうなる可能性は十分考えられたわけで、まこの時にどうするかっていうことを考えながら、緊急事態宣言を解除すべきだったわけで、はいまあ、実際、そうおする必要があるわけですけどね、でまあそれもそうなんですけども、あのー、 これだから今検査がかなり進んでますからね、はい、で夜のところとかもうそれこそあのホストクラブとかね、えー、もうめちゃくちゃ協力して全員受けさせてくださいはい検査してます、ねね、これ何、えー、月何日言っちゃったかちょっと調べようと思って分からなかったんですけど、はい、40人調べさせて26人とか出た日があるんですよ、はいうん、でそれがいつだったかな23週間前だったと思うんですけど、えー、そういうことを今めっちゃやってるわけですよ、はい、いろんなところでだそれでまあ増えてるっていうところがあるんですよね、えー、それれとこだだんだん増えてきてきますけども あの問題は重症者と死亡者がどこまでなのかっていうところでね、はい、でそこの,あの医療崩壊が起こることが危ないわけで,、はい、であのいろんな病気で毎日ね肺炎だとかインフルエンザだとかで亡くなっている方がおられるわけでね、はい、そのうちの1個としてコロナがあるというふうにまあこれ位置づけるべきじゃないですか当たり前ですけども、はい。はい でコロナ対応病床との兼ね合いで、まあ、これからの自粛は考えないといけない、えー、ということでしょうね、ねはい昨日の時点、4月1日時点ですが東京都ですが重症患者数というのは、えー、これ別途100床に対してですが、人ですね、うんまあ、そういういいことなんです、ねはい、入院患者数は1000床に対して280人ということですから。うんうんうん まあこういう数字を冷静に分析していくってことですね。すこれをだから二週間後にこの病床使用率が何パーセントになるのかっていうことを、はい、まあ統計的にでもね、はい、予測しながらそれでこうまあ自粛をしたりとか考えていくっていうのが大事なんですね。はい、で、かつね次の自粛をするときに僕はもうこれももう何ヶ月前から言ってますけども一律カットはやめてくださいと。はい、前はとにかく八割自粛せっていうことになってた。 わけでしょはいででもね今回僕、僕まあ今日はあの細かいお話は言えないんですけども、ええ、あの時間の関係でねでも統計的な分析をね Google の移動データとあの日本の感染者数のデータをこう合わせて分析をしてもう強化したぐらいにネットで公表しますけどねはい、例えば公園利用がどれだけ増えても感染者の影響ないんですよ。はあはあ、で影響ないって出てきたのとスーパーマーケットの移動とかね。はいええ えー、もうこれ全然関係ないわけですよ。だ、えー、から薬局利用とこれも全然関係ないです。はい。で、あと公共交通の利用すら直接は関係ないです。はい、直接関係があるっていうのは、えー、結局ね、あのいろいろと分析しますと食事、はい。飲食、どうやらねこれを伴う非日常的な娯楽活動。 これに関してはねやっぱり統計的な影響がいく分あるんですよ、でも、はい、その影響もねいくなんですよ幾分なんですね,ねあの、えー、それよりもね今回、分析で明らかになったのはゴールデンウィーク中、すごいみんな活動自粛してみんな家にいたんですけど、感染者数って増えてるんですよ、なんでかって言ったらみんなね、えー、家族で集まって親戚で集まって友達集まって家の中でみんな飯食ったんですよ、はい、これ、明らかにそうです、はい、家の時間増えてるんですよ、えー、でも感染者増えてるっていうことは、これ、そう推察するにね。 会食が増えたとしか考えられないわけですよ。はあ一人感染している人がいてそこからそこでであの家族で集まってもなんだからね、ステイホームってねしとけって話ですけど、はい。なんか結局あの会食があかんね飯食ってあかんっていうか飯で広がるんですよ。で、だからこれ何を意味してるかっていうと一律自粛って全然見ないんですよ。で結局今回もなんか夜の街とかじゃないですか。だから僕は前から言ってるように自粛は 会食だけ注意してくれとこれだけ注意しておいてあとは目鼻、口触らない感じするだけでもいいんだっていうの、はい、僕はもうずっと前から言ってるじゃないですか、えー、結局今回のデータでもそうなってるし今回の67人とかのね東京の推移見てもそうじゃないですか、はい、だからねね、えー、もうねデータが出てるんだから、はいいももうちゃんとそこを分かってやっててやらいたいですよね、えー、正しくそのデータを分析する<う>理解するってことなんですね。 でもなんか通じないでバカみたいに厚労省も東京都庁もね、はあ、もうなんか一律じゃないですかはいなんか悲しいな時刻6時40分です 今朝のコメンテーター、京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。中国農業大学などの研究チーム、中国国内の豚から新型のインフルエンザウイルスを検出したと発表しました。 人から人への感染例はまだないようですが流行につながる恐れもあるとして注意を呼びかけていますこのウイルス2009年から流行しているインフルエンザウイルス H1N1 型に由来すると見られるといいます 感染力が強く季節性インフルエンザの免疫では防げないことえこれが特徴で、うん、養豚場などで働く人のおよそ一割え過去に感染したことを示す抗体も検出されているということなんですねえまだ中国でも感染は広がっていませんまあ、直ちに流行するとは考えにくいと今のところされているんですがこれちょっと心配なニュースですね、うん、これねこれをきっかけに皆さんちょっと考えていただきたいんですけどね、はい、まあコロナで大騒ぎしてるじゃないですか、はい これね、多くの医師はね、こんな騒ぎすぎやと普通やんかとこれ昔やとこれ誰も騒いでへんでと言ってるようなウイルスなんですよだけどね、ここ10年、20年考えると鳥インフルエンザ、SARS、m な r s いろいろとパンデミックだなんだって数年に1回言われてるじゃないですかウイルスっていうのは新型っていうのは毎年毎年新型が出てくるわけですよ、向こうは向こうでいろいろ進化してあるんでね。変化していくのでね。 だからね、このなこれね明らかに申し上げますけど、支持、はい、率は非常に低いのでコロナサーズとかパン、新型コロナ、まあ、<あ>新型コロナ、ね、ウはですね。はい、だからこの程度の支持率のねウイルスでこんなに大騒ぎしてたらね、<ー>これからもう。 大変なことありますよ、はい、これは豚インフルエンザこれね今回たまたま大丈夫だったとしても、はい、また別のものが今年の冬流行るかもしれないしね、えー、でその度にロックダウンだなんだかんだってやってたらもう人類の文明が全部崩壊してしまいますから、えーはい、ちょっとねいい加減ねもうちょっと正気を。 取り戻して欲していなと、ええ、このブインフルエンザのニュースを見てね、ええ、それをちょっと思い出してほしいなと思いますね。はい、あの今だから言えるってこともあります。 まああのそれはワクチンもなければ、ねかんないですよ薬もないわけで、だからこう大騒ぎにはなりましたけこれやっぱりね、民主主義が広まりすぎたんと、グローバリズムが広まりすぎたからですよね、どっかのアホが一人、騒ぎ出せばね、世界でリーダーがね、まあそれは安倍さんの最初のあの学校閉鎖みたいな、学校閉鎖がね、あれが多分最初の閉鎖の例じゃないかなと思うんですけど、国家的に言うとね。 ああいうどっかのアホが騒ぎ出しよゃったらニュースでばって広がるじゃないですか、はい、だってあのー、それを見たらね他の国の人間も不安になってね、ね、えーはい、そしたらテレビ見てグローバリズムでみんな不安になったら、うちの国でもは行りだしたら、ちょっとこれ、ロックダウンしてくれよってことになるわけですよ、2人目のアホがまたロックダウンするでしょ、そしたら3人目も4人目も一気にこう<ー>広がっていくわけですよ。だからえー あの今回、世界的なパンデミックになったのはねあのこのこ新型コロナのウイルスが、はい、疫学的にこう爆発感染爆発してただけじゃなくて、はい、そのロックダウンもオーバーシュートっていうかね。ね<ー>が パンデミックになっちゃったんです。一般にこれをインフォデミック。インフォデミック。その情報がこう、どんどんデマが。デマを中心とした情報がどん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 世界に拡散して。はい。くってインフォデミックって言うんですけど。これはね、要するにインフォデミックなんですよね。ね。その最初のきっかけはやっぱり日本でしょうね。あ、日本です。で、あの、我々ニュースをね、あの武漢のニュースを見聞きして。まあ、大変な。ね。患者が増えてっていう。で、それで亡くなる人も出てきて、これじゃどうなっていくんだっていう不安は。 確かにあったんですよ、最初。でも、武漢のデータもね、中国の、あの日本のデータも結局一緒だったんですけどね、あの致死率は非常に低いということはもう分かったわけですよ、特に40歳以下はもう、これ、インフルエンザとほぼ変わらない、インフルエンザよりも安全だぐらいで、高齢者の方がいくあのインフルエンザよりも致死率高いかなっていう、ねういうことがまあ分かってきたわけで、だから、 だから恐れる必要はね本当はもう、あの時なかったんだけど、えー、あの大騒ぎしたんですよで、特にやっぱりね、日本の罪大きいなと思うのは、あのダイヤモンド・プリンセス号ね、はい、あれでね、あのすごく報道されたんですよ、世界注目してましたからね、あれ、今から思うとね、これ、あの厚労系の人からも聞きましたけどね、政府系の人から、あんだけまん延しても10%から20%なんですよね。はい、だかからあのなんか 全員かかるみたいな話になってたじゃないですか、はい、全然ね、そんなことないんですよね、あんだけ濃厚接触繰り返すシャーレのような空間でも、まあ、全員が広がることはなかったっていうのがね、分かってたわけで改めてですから、冷静な分析っていうのが大事なんですねなんですでねなんか今はね。えー あのちょっと冷静な分析するとね恥ずかしいこといっぱいしてるわけですよ、はい、オーバーシュートなんてなかったよなとか、はい、日本中に万人はまあちょっとどう考えても日本ではまあないよなとか、はい、特に日本はあのファクター X がありますからね、はいえー、でそれでちょっと、ね、隠蔽したくなるんですよ、はい、格好悪いから、えーで。それで本当の分析を やるる気が失せてるんですよみんなでもね、うん、そこを押してちゃんと検証して、はいえー、自分たちがどれだけ愚かだったのかという側面も含めてね、えー、あのしっかり検証して今後どうしたらいいかっていうのを考えてもらいたいですよねはいさあそれではここからは藤井さんにこのテーマで話を聞きます。5月の失業者数200万人に迫る 総務省が発表した5月の労働力調査、完全失業者数が197万人と200万人の大台に迫り、新型コロナウイルスの感染が拡大した2月以降で33万人増加しました。 失業者予備軍の休業者数も四百二十三万人と高止まりしていて。失業率今後急増する恐れが指摘されています。五月の完全失業者は前の月よりも十九万人増加。完全失業率二点九パーセント。前の月に比べて零点三ポイント上昇しています。悪化は三ヶ月連続です。完全失業者数百九十七万人となったこと。まあ、これ藤井さん、どう受け止めてらっしゃいますか。ね、はい。まあ、あの新型コロナで亡くな。 た方大変痛ましい話でね、はい、1000人前後っていうことに、まあ、な,なるわけですけれども、はい、でこ今これ議論してるオーダーはねこ失業者数が200万人に迫ってると、はい、で30万人増えたとでいうことなんですよであの休業者が400万人以上いてね、はい、この中のかなりの部分が失業に向かっていくわけですよ、えー、だからこの1000人の方 をね、あのロックダウンをすることで1000人になったということは、まあ、あの事後的な検証でロックダウンをしようがしなかろうがあま変わらなかった可能性はあるんですけど仮にそれが有効が、まあまあ、僕の分析では幾分有効であったことが示されているんですけど、ねはい、その幾分有効であったことで、まあ、数百人の方の命が助かったことがあったということが考えられたとしてもね、はいえー、その数百人の方を助けるために あのこれも残念な言い方ですけどねあの失業者の方が30万人、100万人増えると<ー>でその中の自殺者するか自殺する方がね、えーえー、これからあの何百人とか何千人とか僕の試算ではトータルすると何十万人ということになるわけですけど、えー、っていうことが出ることとのこうトレードオフになっているわけですで、えー、どっちもゼロにしたいんですよ、はい、もちろんどっちもゼロにしたいんだけど毎日毎日たくさんの方が亡くなっている。 わけですよだって今日だって、はい、今この瞬間だって病院でね肺炎で亡くなっていく方で自殺このこのラジオ番組中に自殺される方っているかもしれない、はい、その1億何千万人もね,ねいる中で全国で。はい そういういね、僕ら普通に生活してると今この瞬間に日本人死んでるとか考えずに生活してるからね。はい、コロナで死んでいった人のニュースをね、見たら、はい、わあ大変だって思うかもしれませんけど実は報道されない中で多くの痛ましい悲しい死が日本中で繰り返されてるわけでね。えー、それをできるだけ少なくしていきたいというふうな視点でね、考えるとね やっぱりそのコロナの対策もせなあかんと皆さんね思っていただくのは大変結構なことですけどそれと同時に失業がね増えないようにしなあかんというふうにも思ってもらいたいんです、はいえー、で他の病気でね死んでいく方も減らしたいと思ってもらいたいんです。はい、ところがねもうこの3月4月5月ねもうコロナで死ぬこと に関してて思ってる人がね100だとするとそれ以外のことで死ぬ人のことを考える一般の人ってほとんど1とか2とかね、はい、倍合によって1切ってるとかね、それはね、あまりにもね人命を軽視しすぎです、このなしを考えすぎることは人命を軽視することになっているんです、えー、そこをね皆さんね、思い起こしてほしい。はい、僕がね、例えばこんなことを言ったら、えー、コロナで死ぬ人間のことを適当なこと言うなはと、人殺しかお前はいやいや。 お前やぞと、はいで。僕はコロナで死ぬ人のことも言ってるけどそれ以外で死ぬ人のことも言ってるんだよと、うんえー、こういうねなんか当たり前の理屈じゃないですか、はいえー、そこをね理解してもらいたいしその失業した方の中で確実にこれ自殺者って出ることはこれ分かっているんですよ、えーはい、失業と自殺者って綺麗な相関関係がねあってしまうので。 これは自殺者が増えていくということを言ってるわけで、えー、これからどんどん増えていくんですよ、これは、はい。で、政府、休業手当の一部助成する雇用調整助成金の拡充などで失業者抑制しようとしました、うんまあ、しかし手続きが非常に煩雑で申請諦めるケースも相次いでいるというのも事実です。うんうん、で、5月に休業者から失業者に移行した人6万人と前の月の3倍に増えてるんですね。こ、ねまあ、これまでで政政府府もあの対対応応は取ってきたんんすが、うん、藤井さんこの政府の対応 はどううだったんでででしょうねね、えー、全然遅いですよ、ね、遅いいすよもともと3月の時点でね、はい、あの当初予算を決定するときに、はい、あの失業対策っていうのをそれこそ10兆円とか20兆円決めておけばね、はい、この今30万人増えちゃった人ともね、はい、これから10万人減ったり20万人減ったりしてたわけですよ。えー、それも分かってたわけでその時にやりなさいと僕らは言ってたわけです 永田町のね、えー、そのプロセスを重視してね手続きを段取りを重視して全然言うこと聞かなかったわけですよ政府だって、はい、党だって野党だってね、えー、だから僕からしてみたら言ってる通りになってるわけで、えー、だからお前ら人殺しだぞと言ってたわけですよ、ねはいね、お前らお前らが首切ってるんだぞと言ってたのに、えー、全然やらなかったわけですよ、えー、だから本当にね僕はもう悲しいな うん、まあそれを人災だって指摘する人もいますし、ね、人災なんですよこんなものね、えーえー、まあ休業者再就職というのもこの容易でない状況というのも、ね、うですねだからね皆さんね、えーはい、今これラジオ聞いてくださってる方でね学生じゃなかったら、はいあのー、引退されてなかったら働いてるわけじゃないですか、はい、明日首切られたと思ってくださいよ、うん、どう思いますかはい、うん、そういうことですよ、えー、なんでそういう人の痛みが分かんないんだ